第20回ユーロビジョンソングコンテストは1975年3月22日にスウェーデンの首都ストックホルムのザンクト・エリックス・メッセで開催された。制作は SR スウェーデン放送。プレゼンターのカリン、ファルクはスウェーデン語、英語とフランス語を使用。放送時間は2時間12分で初めての2時間声となった。ザンクト・エリックス・メッセサハ系市民が 国税を商業的な祭事であるユーロビジョンコンテストに継ぎ込むことに反対。SR に抗議の声が寄せられた。SR は開催費用を全参加国全で共同負担にすべきではないかとエブ欧州放送連合に申し入れたが協議は不調に終わった。西ドイツ各地で連続15件の爆破事件を起こしていた RA 会ドイツ赤軍が 西ドイツ大使館を襲撃するとの予告があり、イスラエル代表団への襲撃も懸念された。このため、テロ対策のセキュリティ強化をしなければならなかった。ポルトガル代表、ドゥアルテメンデスは、前年のカーネーション革命で民主化されたことを祝う、マドルガーダを歌うにあたって、軍服に銃を携えて、ステージに立とうとしたため、主催者にとがめられ、一文弱になった。なお、 前年のポルトガル代表、パウロ・デカルバーリョのイ・デ・ポイス・ドゥ・アデウスは、軍事クーデター開始の暗号だったとも言われている。フランス、マルタの復帰と同時に、トルコが新規参入、ギリシャの欠場により、参増一元で19カ国となった。トルコの参加についてはギリシャが強く反発。これは、前年に、トルコが、キプロス侵攻していたためのボイコット行動となった。内数字は、 参加回数不参加ながら、中継放送を実施した曲 ORF、オーストリア放送協会、DR デンマーク放送協会、エップット、ギリシャ国営放送、RV アイスランド国営放送ティーチインまたしても、投票方式が変更された。各国10人の審査員が気に入った他国の10曲に、投票。最高が12、次が10、それに続くものが8から1点として採点。 演目終了後出場国順に口頭発表。これを司会者が参加国語で副賞の上、スコアボードに掲示するというもの。この方式は現在まで引き継がれている。言語ファイイコールフィンランド語、ヒイイコールヘブライ語、NL イコールオランダ語、ノーイコールノルウェー語、SL イコールスロベニア語、イコールイタリア語、A イコール英語、ランイコールオランダ語。 西イコールスペイン語、ドクイコールドイツ語、土イコール、トルコ語、フッツイコール、フランス語、ホイコール、ポルトガル語各曲の歌詞については以下を参照の、こと英語版、フランス語版、スウェーデン語版。ありがとうございます。